興味津々。クロちゃん、クロちゃんおはようって、ね、おはよう、皆様おはようございます。ついにこの日が来ました。じゃーん、すーちゃんなんだろうねこれね。くーちゃんちょっと待ってください、カメラ、よいしょ、人が見えるかな。今ですね、今というか今日ついにクロちゃんが、トライアルに向けてですね出発をするんですが、スーちゃんがちょっと中のチェックをするというので、まあスーちゃんが入ってね、スーちゃんの匂いが入っつけばついたでいいのかなと思います。今こちらはですね、あの会の方からお預かりしたですね、そのキャリーなんですけれども。これに入ってですね、いよいよ上幕っていうね、スーちゃん入りました。クロちゃん、クロちゃんちょっとびっくりしちゃったな。クロちゃんほら、おいでおいでおいで、スーちゃんのチェックが入ってるよ。よし、おいで、そうそうそう、おいでおいで、ちゃんもちょっとねスーちゃんがねすごくいいお姉さんになっちゃうんで、もう大丈夫でしょ、スーちゃんが入ってるから大丈夫だよ。今日ですね、クロちゃんはこのキャリーに入ってですね、会の方たちがこれからというかね、本日お迎えに来ますので、そのまま里親さんのところに行ってですね、トライアルが始まるという流れです。ますかね。はい。でもう今日はね、本当、もうクロちゃんがもう本当にお別れなんですよ。もうお別れと言ってていいと思います。もしね、万が一何かあって帰ってきたら帰ってきたでね、もう全然帰ってきてくださいっていう感じなんで、もうスーちゃんも喜びますし。今クロちゃんがすごい興味津々で今からこれに入るんですけどね、クロちゃんはね。で、今本日ですね、朝で、ベルさんの散歩が終わりまして、で寝室側のね、あちらの掃除も終わりまして、お食事も終わりまして、でこっちの部屋に僕は戻ってきまして、掃除が終わりまして、この子たちのお食事も終わりまして、で僕の食事も終わったところです。で今日ですね、持っていくこのこれね、上空いてるんですよ。もうクロちゃんがね上乗ってますけど、上手に乗ってるなと思いますよ。いいですね、スーちゃんが入ってくれてるおかげでクロちゃんも興味を持って、なんだこれって感じでね、スーちゃんも匂い嗅いでんの。スーちゃんも行くんじゃないよ、クロちゃんが乗るんだからね。でもスーちゃんがねこうやって二人してもうすごいんですけど、なんかかわいい二人して、ちょっとね今日はその今日はというかね、もういよいよもう準備はね、もう昨日の夜からしてるんですけど、うちの子たちがもう基本ベースにして食べてるのがこちらになります、キャットフードのジャガーですね。やっぱりね、こう向こうに行ってからクロちゃんが食事の部分はですね、今まで食べてたのを食べながらね、で、それぞれね、その飼い主さんごとにお考えがあると思うんですよ。うちはこれがこれをあげてる、うちはこれをあげてるとか、で食べ物によってもその効果っていうかね、その体の体調の
面でそのキャットフードも買えないといけなかったり、あと後々のことを考えてこういうのを食べさせていた方が、その病気をしにくいだとか、こっちのリスクが少ないとか、まあいろいろあるじゃないですか。お考えもあると思いますので。で、まあ、僕はもうその成長、その体にいいもの、で、穀物が極力ないものですね。そういうのをね、ずっとうちの子たちには食べさせてきたので、クロちゃんももちろん、クロちゃんもシロちゃんももちろんジャガーを食べてる。基本ですよ。こればっかりじゃないんですけどね。基本はでも、ベースはこれになりますんで。ね。で、これを一緒に持っていっていただいて、そして、あと、まあ、チュールとかはどこでもあると思うんですけど、まあ、これもまあどこでもあるっちゃあるんですけど、最近クロちゃんとスーちゃんがあのトッピングにですね、この花かつおの煮干しですね、これで結構食いつきが良くなっているので、チュールはもうもちろんのことなんですけど、これもね、まあ、減塩の分ですけれども、まあ、たまにね、もう本当に一応言うとこうかな。あの、かつお節ばっかりあげたら体に悪いっておっしゃった方いるかもしれませんけど、それは加減がありますからね。それはおのおの皆さんで加減をされてると思うので。はい。ね、これと、まあ僕からはまあ、こちらですね。あと、ね。あとった。こちらですね。まあこれはもう、ダイソーさんのおもちゃなので、まあ、でもクロちゃんがね一番これで遊んでたっていうのは遊んでたので、このおもちゃですよね。このおもちゃと、そしてこちら緑のネズミ、これが結構お気に入りだったので、クロちゃんはもうこちらもね持っていっていただこうかなと。そしてまあこれはもうね、クロちゃんが使ってたものなんですが、途中からクロちゃんが使ってたっていうのがこちら、こちらのベッドになります。あ、そちら、はい、こちらになります。これですね、もともとスーちゃんがこれで寝てたんですが、もう最近全然スーちゃんは寝なくて、でも代わりにクロちゃんが寝だしたので、このベッドにですね、このベッドとこのセットをね持って行っていただいて、まあ、少しでもクロちゃんが安心できるようにね、匂いが、あのスーちゃんの匂いがすごくついてるんで、これは。あと、まあ、ジンくんリョウくんもたまに寝たりはしてましたけど、まあ基本やっぱスーちゃんの匂いが強いので、これは故にクロちゃんもねこれで寝るようになったんだと思います。スーちゃんあなたもふもふね、すごいね、クロちゃんが見えないスーちゃん、はい、ありがとう。あ、クロちゃんいいですね。ね、こうやってケージを怖がらなくなりましたよね、クロちゃんもね。あ、そんな感じで、こちらですね、クロちゃんがいよいよ出発ですね。もう僕も未だにね、なんかクロちゃんがこの空間からいなくなったらどうなるんだろうとかもう予想もできないですけど、ね、とにかくね、本当にこの日を迎えられたっていうことは本当に幸せなことだと思いますので、ね、やっぱりその譲渡されない子たちもねたくさん世の中にありますから、その保護されてもですね、こうやってねクロちゃんの譲渡が成立してるわけじゃないですよ。トライアルなんでね。トライアル。まあ、まあでも、譲渡するためのね、もう階段なので、もうトライアルはですね。もう、あとはもうクロちゃんがね、一日でも早く里親さんのもとですね、慣れていただいて、その譲渡が成立することを僕はもうお祈りただただするだけなので、もう皆さんもどうぞ。もうちょっとクロちゃんも今画面から給水中なんでね、今ね、スーちゃんも行くんじゃないよスーちゃんお出かけしないよ、スーちゃんも、ス
クロちゃんお出かけしないよ。ね。クロちゃんじゃないんだよ。クロちゃんも行くんだよ。クロちゃんも帰ってきた。クロちゃん、ほら。ほら。ね。どうぞ、皆様もクロちゃんなんですね。これからのクロちゃんの、トライアルの成功を、お祈りしていただけると嬉しいです。ちょっとクロちゃんたちもお見せしましょうか。あら、外で多分猫さんの喧嘩の声が聞こえましたね。ふにゃーって。スーちゃんが入っちゃった。お迎えまでまだ時間はありますので。君の優しさに救われた。